はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、都市みなティです。お願いします。あのー、もうちょっとね、うん、僕、オカルトより俳優の仕事の方が増えてきてるっていうのもあって、ちょっとあのー、まあ、俳優業、うん、力入れていかなきゃなって思ってるんですけども、えーうん、あのー、やっぱ俳優、俳優業って、うん、やっぱ一人だと限界があるんだよね。 それ一人だと無理でしょそれは何人かいと。うん、やっぱ相手とかさ、そうそういないと練習もままならないっていうのもあるから、ねうんうん、ちょっと俳優仲間をね、ちょっと最近、あの、捕まえまして。俳優仲間みたいなのができたんですかついに。えー、で、ただまあね、下手なやつ連れててもしょうがないんで、うん、あの、アメリカから取り寄せたんですよね、うん、俳優。で、ジョン・エリック・ヘクサムっていうやつなんですけど、うん でこいつが結構、あのちょっとなんつうの、薬剤映画じゃないけどさ、うんあ、ああいうシリアスなシーンを、ちょっと、うん、俺、やりたいからさ、うん、2>, 2人でこうロシアンルーレットの練習したんだよね。うん、ああ、すごいね、なんかね、ギ、うん、アハンターみたいなことやそうで。やっぱ、偽物でもだめだからさ、うんあの、ちゃんとしたピストル用意して、実弾はいやいや、それ、さすがに入れないですよ。そそそうすね、うん で、あの、自分の米紙に当ててさ、引き金引くっていうシーンをこう、二人でやったんだよね。あの、ま、結果よ。結果、その、ジョンが引いたタイミングで、打ち出されて、弾がさ、入ってないんだけど、あの、買ったばっかりだったから、紙の詰め物をしちゃったんだよね。ああ、中にね。中に。それが勢いよく発射されて、頭蓋骨直撃して、 脳内出髪の詰め物ってのはそんな強力なんだ勢いよくへえ<ー>っていうのがあったんでねちょっと俳優業もね大変だなって思ってるところなんですけれどもそのあの帰りましたけど別に、うん、えジョンはジョンはあのもう死んでるんでえ死んでるんでいやそうですけど <laughs> 怖いな。死んだ後なんで。僕は何もすることないんでね。しょうがないんなと思って。そんな人が、今日来てますけど。怪我をして、助けてください人に言ってんですか生きてるし、まだ。生きてるし。生きてるし。うん。怖いな。価値が違うちょっと待ってようん。俳優仲間もいないしそもそも、うん。俳優で飯食っていけるわけねえだろうが。あんな安い金でよ。いや、あの、それは、うん。 全く嘘ですけどもジョンが死んだのは本当だけど1984年に亡くなってるっていそんな前じゃねえんだあと俺の生まれた年だっていう,て、ね、う本当だってねちょっと、うん、変な気持ちになりましたけど <laughs> なんじゃこの人。<laughs> <laughs> まあ,あのそういうこともあるんでうん、うん、ロシアンルーレット安全だと思ってもやんない方がいいよっていう。う 教訓のために言ってた話でした。ちもさんも俳優仲間とかいろいろいて、はい。まあいるかどうかわかんないけれども。で、僕の、僕もさ、いろいろ参加させてもらって、まだ何も言えないけど、参加させてもらって、なんかね、すごく慣れ慣れしい人がいたの。役者のね。まあ、 います始まってるお始まってなんかすごい慣れ慣れしい人がいたの。うん。でさ、僕座ってそしたら、あ、ねえ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 って言うから、うん。お前誰やねん、こらって言ったの。うん。そもそも。ねえねえねえちゃうわ。そもそも自己紹介せんかい。黙っとけ。って言ったの。お互い誰だっていう。そう、誰かわからんから。っまず自己紹介せんかい。って言ったら、その人に言ったのに、ねえねえねえからなのに、シンってなってさ、いっぱい人がいて。 いやお前がお前がしたんだろその句いやいやだってすごかったんだからうんまにだからそそこだよな言わせちゃだめよどういうことねえねえねえそんな気軽にもうやっぱプロはさっき出してくんだよそうすると誰からも話しかけられないからちゃんと結構話しかけられてましたよあなたいやれは出してないから出してないからああそうかそうか 確かにね。そう。れでは行きます。早瀬うるるん滞在期はい。今のとは別です。もう始まってんのかと思った。違います。あの、はやが、うわと思って、うん。涙くっと流した時に話すというような企画なんですけれども、はい。今ですね、6月21日から7月4日まで、呪物展東京をやっています。はい。ね。 まあ聞いてる方の中でも、まあ何名かはですね、この呪物店に来られて、うんうん、ね、まあいろいろ呪物を見ていった方々もいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、やっぱり感動しますよ。何まあ来てくださるのも感動するんですけど、それ順をちょっと追ってね、うん、説明していきますけれども、あの呪物店、東京というのを告知するために、うん、実は渋谷ですから、うん、あそこはね。場所はねだから、うん、渋谷駅に実は呪物店のポスター、 みたいなものが、そうなんですよ。それが、あの、告知として貼られているんです。駅構内に。はい。で、僕としては、別にその駅構内に、ポスターが1枚2枚貼られて、なんとも思わん、いつも通りの告知やんけと思ったの。でもさ、ま、その、いざ、みんなで、えっとね、あれは最強線だ。JR の渋谷のね、最強線に行って、ここここって言ってホームのところにふって、 <と>うん、その呪物店東京っていう文字が見えた時にもうグッと来ちゃってさ、うん、なんか自分がよう使っている電車の,そのホームにこういうふうにポスターが一つゴンと置いてあるだけでもすごい嬉しいなと思って、うん、柄にもなんかパシャパシャ写真撮ってまいりましたねでそれはそれで別で福、うん、都心かあれは。 福都心線渋谷の福都心とか半蔵門線ですね。はいはい。あそこの、そうそう、地下鉄のとこから、地下からぐっと上上がるためにその階段、たん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 登っていく、そこにもあるんですよ、壁に。数日前には、そこには、あいみょんが並んであったの。そのあいみょんのところに、入れ替えて。要は、呪物店東京が入ってた。うん。これも。な、んだあいみょんって言ってるから。並んだのが、 すごい良かったと。いや、あいみょんいなくなってました。ああ、だから、あいみょんとこう、うん、同じランクに来たっていうことでしょ。そうでしょ。呪物怖いんすかね、あいみょんはね。あいみょんはふっといなくなって、そこに呪物が、ま、あ一枚ですけどね。一 <laughs>、うん、枚。あいみょんはもう、あれですもっと、もう十枚ぐらい、べん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 あ<ー>あ、まあ、あいみょんはあるんだ。うん あいみょんはたくさんある。だけどども、そのあいみょんが全部消えて、別の国君変わっていて、その中の一つだけが、が、変わってたそう、っていて、嬉しいもんで、やっぱりいつも作っているところですから。そうそうそう、あいみょんのところにぐっとあって、嬉しいもんですよ、あれ。うん。すごく。そう。うん。あの、前でも渋谷のオーロラビジョンに、うん。俺ら出たとかあったけどな。見てないからね、ど画。 見てないから見たら多分また変わると思いますようんんか普通に歩いてて見るっていうのはすごいいいもんですね街中にね誰一人としてあ呪物店だとはなってないけれどもまあチラッと見てこんなあんだっていうもんね立ち止まるもんではないからねだけれどもんかすごく嬉しくってでもいるんじゃないよよくやってるんじゃない声優とかさアニメなのかなんかわかんないけどあの ほら、女の子たちがあれの前で、集合写真みたいな撮,、うん、撮ってるね。とか、すげえよく見るよ撮ってる。撮ってる。だから、撮ってんじゃないどっかで。うん、なんか嬉しかったっすよ。うん、すごく。うん、それが終わって、まあ、まあ、自物展開催になります。うん、で、えっ、ー、と、お昼とか夕方とかの、うん、もう仕事は、ほぼ断ってんの。うん。うん。うん、自物展に、 まあ、滞在というか在廊したいから、うんまあ、来てくださる方がどういうような方で、うん、客層でどんな人が呪物とかそういうものに興味を持っているんだろうというのは気になるから、うん、で呪物がこういうふうに見てもらって笑ったりとかうわ怖って言われたりするのを見たいから、うん、だからまあその、うん、い何週間も前から来ている仕事全部断って入ったの、呪物当に。 イベントには来ないような、うん、あの、方々、要は見ない顔。うん。うん。あんま普段ね。が多くって、うん、で、どこから来たんですかって言ったらもう九州う人もいるし、うん、えっと、びっくりしたのがハワイの人もいましたね。ハワイ。ハワイから。実家がこっちやから帰るついでに見に来ましたみたいな。えー、で、だから帰るのはついでで自物店がメインですよって言ってくださったりだとか、えー、函館から今日ほんまあの、 バスと電車でここまで来ました。いつ帰られるんですか今日です。え朝着いて、自物船だけ見て帰るんですよ。そういう人もいたりだとか。いたね、そそういうふうになんかいろいろ話を聞いていくと、どんどんなんか嬉しいじゃない。そうやって来てくださるのがさ。まあまあまあ。で、僕は何をしてあげられるんだろうと。自物紹介しようにも、あまりそのフロアが広くないんで、上には来ないでくださいって言われて。うん。 だから一階のカフェエリアにいるんですよ、ずっとね。うん、で、その来てくださる人にありがとうございますとか言ったりとか、うん、ちょっとなんかあの、待たせすぎでしょって人に謝ったりだとか、うん、まあそういうのしてるんですよ。うん、で、まあ一日終えて、二日終えてってやっていく中で、まあどんどん体も疲れていくわけですよね。うん、で、疲れていって、どんどん疲れていって、まあでも皆さん喜んでくださるし、中にはあの、すごいのあばされてイライラしてたけれども、うん、林さんと会えたから、写真撮れたから私は良かったですって人もいる。うん、あ,あ、嬉しい。なんかそういう、なんて言うんでしょう、その、 自物にもちょっとなんかなんんかてううでしょうね恩返しできてるな、今と怒っているお客さんのまあ留飲が下がるということをさせてもらってるから一個のなんかアトラクションとしてね見てもらって綾瀬も怒らせないのがいいけどななかなか難しいじゃないですかそれもねたくさん入るところではないんででよかったとでまあ皆さんもなんか喜んでくださってでもあ、ああって思うことがあったの。 俺はスターじゃないんだなって。うん。俺はメインじゃないんだなって、ないんだなと思って。ほほ田中さんがさ、うん。ふっと来たらさ、うん。今までにない黄色い声援。やっぱすげえわ。あの人。黄色い声援。黄色い声援。うん。俺見たら、あ、林さんだ、写真撮ってください。や、ったなキャーやからね。へえ、キャーよ。うん。え、え、え。ノリに乗ってるやん。アイドルだって思って、もう、その、声援が。うん。 うらやましいとかじゃなく、うん、その声援を浴びてる田中さんの立ち振る舞いとか見たら、うん、ほんまにもう可愛く見えてくんの。アイドルや <laughs> と思って。おっさんが <laughs>。おっさんが45歳ですけれども。ねでも、僕もなんか、わ、田中さんだって仲いいんですけど、うん、思っちゃうぐらい、可愛く見えてくんのよえ。でも、まあ。 あ、そう。うん。え、呪物店に普通に来た時ってことあの、やってる時ってことそう来た時。へえ、そんなんだ田中マジックですね、やっぱあれって。ええ。すごかったよ。何どうすごいだから、さっきまで。さっきキャーキャー言われるんだ。さっきまで、あの、サインくださいって言って人が。うん。なんだ。あ来た来たるって言ええ。すごいわ。人気が。まあまあ、人気はまああるけどな。 すごいなと思って。ただやっぱり、憧れもやっぱあるよね。どういうこといやいや、ああならんといかんよなって思うよね、て。いや、すごいじゃんだって。すごくって。で、あの、言っていいのかな見てみてください、スタッフさんのつけているグッズ。でも、田中さんのです。はい。グッズはどういう割合なの普通にお前のも半々ぐらいある感じの。 グッズ自体あ、まあそうそう、半々ぐらいですね。うん。じゃあ、鈍いを、みんな、田中さん。ちゃんと、偶然じゃなく。いや、偶然なわけないでしょ。そんなことが、偶然だってたまるから。によって変えてるんじゃなくいや、なんか、一人ぐらい気使うかなと思ったけども、全員田中さん。つけるって、どういうことどういうバッグとか。あ、キーホルダーみたいなうん。身につけるものですね。全部田中さんです。う田中派が、 多いな。うん。田中、多い。いやいや、すべて田中派ですすべてが田中派ですね。やっぱすごいなと思いました。やっぱそうならないといけない。なんかその、求心力というか。ね、人求心力なのか、それ。心をつかむ何かがないと、やっぱり。まあまあまあ、田中さんが、まあ、魅力あるのはわかるまあ魅力的ですけどね。まあまあまあ。それと、その、グッズは気遣いよっていや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 また別の話だけど。いや、僕も思いましたよ。うん。こいつらは、と思いました。でもそんないでしょ。 何がスタッフも。スタッフは、ええとね。ええぐらいでしょえ人と。えっと、1、2、3、4。ああ。4田中。4田中。4田中。0速さうん。なかなかの確率ね。まあまあ。たまたまとはいえ。いやいや。本当にね。いや、素晴らしい。人気だ。いやいや、まあまあそれそう。本当にね。もう別に、あれでしょルールで。 決まってるわけじゃないもんね。んなものがあるわけなく。本当に。つけたらええやん、だから。照らし合わせたかのように。お前つけてんのなんか。えなんかグッズ。よく見つけてないですよ、何も。うん。つけたらええやん。いやいやいや。え田中さんの ?4 つ。釣り合わせたらええやん。いやいや、もうやっぱりすごいなと思いますよね。なんかああいうの見てると、やっぱすごいなと思うし。まあ悔しいっていうのはないけれども、そんなね。だから。 へえ。でもなんでだろうね、田中さん、そんななんか、キャーキャーなるイメージあんまないけどな。いや、今はそんな感じっすよ、どこ行っても。あ、そうなんだ。うん。その、えっと、大阪で京都か。京都の田中さんのソロを見てても、やっぱりすごかったっすもん。ここはお客さんで見に行ってたんですよ。ああ、なんかやってたね、本当に。一人でやってたし、うわーってなってました。まあでも、完全に田中ファンだもんね。まあ、それはね、単独ですね。確かにね。 でもなんか最近露出増えてるしね、そうそうそう。うん。でなんかなりおしゃれな人が田中さん、ファン多いですね。おしゃれっていうか、すごい出てるなみたいな。出てるさ、動画とか、なんかてるですマック・ガフィンさんだっけ、すっごいおしゃれなやつ出てますし。 ミニマリストと、そうですね、アベマのね、こう、共演とか、なんか、一番ブレクジンみたいになってる。そうそう。今一番売れてますよ、田中さんって。その、田中さんってずっと売れてるけど、今が一番売れてるね。田中のピークが来て。ピークっつうか、ま、そうですね。今すごいっすね。旬が来てる。そうそう。だからなんか、その時期に、横から見られてて、ちょっと嬉しいもあるのよね。ファンの一人でもあるから。いや、俺、俺はもうあの、 田中さんはやっぱ不憫な時がまあ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 今は今までねその例えば「今日はまるの仕事をしていました」っていうまるがとんでもない大きい仕事なのよああなんかね番組とかもね出るようになってきてるしねそう,そうだからあるだろうなだから俺<ら>どんどん売れていくと思うんですよね田中さんってうん,んどうだろうだろうね確かにタレントとしてなんか大きくなっていくのかど,どういう感じになっていくかあんまり想像つかない、うん、なんか どういうふうになっていくんだろうねアイドルじゃないアイドル系になるのアイドルじゃない曲出しますそのうち曲は出してるからなフリフリでああそっかアジスやってらアスもやってるからいやもう人でフリフリでやりますよフリフリででも本当に想像つかねえわんか将来が田中ジュブジュブで田中ジュブジュブでやりますよまあでも キャリーパミュパミュ的なことでしょそう、やりますよ。田中ジュブジュブ。意外と重要あるかもな。や、あるでしょ。うん。かわいいし。なんか、結構アーティスト系も来てましたから。あれとか売れてるもんね。だって、あの、顔、でっけえ顔プリントした T シャツが。何ですか、それ。どこだっけ。研究研修の。ク新社さん方されて、そう。そカルトエンタメだよ。うあれもすごいよ。あの、みんな着てきてるからね。 あれが売れるってやっぱすげえよな。すごいよね。<通>めちゃくちゃだって、普通、顔だぜ。変じゃん。<laughs> そのちょっで着ねえじゃん、ああいうのって。当時は43とか4かもしんないけど、その時の人が顔着るとやっぱすごいから。それで売れるってすごいんだから。思ったなやっぱすごいよ。やっぱ、目指すとこよね。<laughs> 目指すこだろとこ。いやいや、いやいやん。あの、45歳になって。<laughs> 完全に独自のルートだと思うけど。うん、まだ VV。 やってるってすごくないうん。ま、憧れはある。憧れはある。ただあるけど、な、なる気はないし、ならないとも思う。なれ、なれない。なれないね。確かにね。いや、すごいよなと思ってね。すごい。どうなってくんだろうね。まあでも、じゃあそこそこ、うん。ま、ああの、な、あれも評判なんだね。今も。あ、そうですね。もう、えっと、日に四百五百ぐらい来てるんで。あと何日あんだっけえ何日まであんだっけ、これ。え、七月の四日 まで7月まであるのかそうそう、七月の四日までございます。な,なので、ぜひぜひ来ていただきたいんですけれども、ちょっとね、夕方とかに行っちゃうと、うん。整理券の配布がなくなってしまって、うん、中に入れない場合がただあるんですよね。何時に行ったらいいのじゃあ。だから、朝方行ってもらうのが、整理券だけでも。え整理券っていうのは、あの、なんか、ネットで売ってたものとは別のものまた別。また別。うん、ここは俺、全然分かってなくて。僕も分かってなくて。 え当日券っていうのは何だちょっとあの、そこは、闇です。へへへ。僕だって、思ってる。俺もう何回聞いてもわかんないんだけど、この、僕だって、わかんないそこは闇です。なんとかしろ、この、なんかあの、あれわかるわかる。アプリでやってんの今。うん、そう、アプリでやってんなんか、呼び出してたよな。そう。あの、時間が来た呼び出されるんですよ。それを、どうや整理券を、うん、もらっ 整<で>理券もらうと呼び出されるそう呼び出されるピンピンってなるんじゃないでうん、うん、それで行ってみせたら中入りますどうぞっていう感じそうだからさ俺もなんか知ってる人とかにさ、うん、い行ってみたいけどどうしたらいいですかって聞かれた時に全然わかんなくてさ、うん、システムが、うんうん、だから何時に行ったらいいとも言えなくて、うん、な何時昼とかならいいの行けんの 昼と入れるの昼と入れますよ。じゃあ、確実に。それぐらいでいいのか。夜行くと入れないことがある。夜だとちょっと難しい。夜つってもだって7時に閉まっちゃうしね。あ、そっか、7時まで。そう、13時、19時やからね。だちょい早めに行ってもらって、で、あの、引換券をもら、引換券じゃないけったら、えっと、なんだ。整理券。整理券か。整理券をもらって、で、どこかで時間を潰して夜に呼ばれたら行くみたいな。夜っていうか、何時間後に。その 整理券持っといたら、どっか適当にブラブラしてもいいってこうだが、そうそ通知が来ますから。ね。うん。渋谷をうろついてろと。そう。うん。ただ、前売り券に関してはよくわからない、僕も。誰か俺もわかんないだから、それが入ってくるからよくわかんなくなっちゃて優先的に何かができるんでしょうけど、ね。何かができない感じだし。それは、でももう売ってないらしいよ。あ、そうなんすか。なんか、えっていう。うん。でも入れてるでしょ。別に。当日券で入れるい。れる入れる じゃあ、いいよね。うん。別に。そか。これ優先的に、あれだね、じゃあ、その、え、聞いときゃ楽しかった。あ闇です。なんで闇にしとく闇です、これは。これ言った方がいいんじゃないこれ、マジで困るんじゃないいやこれブラックボックスです。いやいやいやこれブラックボックスです。これ、あの、皆さん、早めに言ってください、本当に。絶対ダメですよ、これブラックボックスです。言わない、あのね、早めに言ってください。あの、 今聞くと、うん、前売り券を持っていたとしても、うん、引き換え券変えられなかったら当日持っていてもいけないそうですよ。あの、せい、整理券は、なくなっちゃってたら、うん、もう前売り券がどうとか関係ないってことね。そう。うん。うんこ。これ大事。これ大事。そういうことだ。れは、大事。みんなだから安心しちゃうもんね。前売り券あるから、いけるだろうって思うから。踏、うん、んでたらダメなんだ。 これはいいですね。いい注意関係ですよね。これ最初に言うべきだったの。うん、これ始まった当時の。だから前売り券を、ごめんなさいね。前売り券を買っていて当日。うんうん、で、前売り券持ってたらまあ行けるやろうと思う。ね。19時ぐらいだから、まあじゃあ17時ぐらいに行こうかしらと行く。そこの時にはもう、整理券がないと中に入れない。うんうん、だから早めに <laughs> で。でもこれってさ、わかんないけどさ、うん、その、 17時から行けるから前売り券を買ったんです。そのアナウンスがなかったからっていう人はさ。うん、泣くしかないのえ、別日にっ。っていうか俺、逆を言うと今までそれ、大クレームになってないのかなと思って。うん。僕もちょっと知らないんですよね。僕に来てない。すごいね。うん。大人やな、みんな。ね<え>じゃあ、じゃあまあ、とりあえず、当日券であろうが前売り券であろうが、券を買うと、うん。うん。早めに。まずね。はい。 で、ただそれはもう入場券でしかなくて、整理券が大事と。整理券がもうな、ないタイミングで、その日は誰も、それ以降入らないよってことね。なるほど。ああ、わかったわかった。でもそれは運だ。だから、整理券がマイル券を持っていたとしても、並ぶは並ぶってことだ。ってことよね。整理券のタイミングってもう、わかんないもんね。いつなくなると。で、100円安いっていう。マイル券は。 これは難しいなじゃあえっとこれから来る人はそこだけ特に注意しましょうということです <laughs> <ー>皆さんがうるるんでしたね <laughs> 僕ではなくどうやらねああよかったねうんちょっとそこら辺ちょっと把握してなきゃ、ね、いけ、ねうん、なん何かな何の話 ななんどこで疑問を持ってんだろうっってかからなたさん最初言った時にね何を言ってこの人だけど、そういうことね。うん。そういうこと。そして、解決できた今。はい、解決できました。なるほど。じゃあ僕も説明で言いますわ。僕もできます。あの、次からは。早めに行ってくださいって結果は一緒だけど。うん。いいんじゃないそれで。うん。よかっただろう。まあ、なかなかね、その、えっと、あの会場に、一日何百人ってやっぱり入って、 で来らられるから、うん、なかなか難しいですよねその全員が入るって無理だからそりゃそうだ、うん、だけれども、うん、そのちょっと前売り券っていうのがどういう効力があるかっていうのを、うん、ちょっとまあ理解できてないし、うん、説明も足らなかった部分も多分あると思うんで、うん、だからそこがちょっとあの買った皆さんとこう売った僕らからちょっとズレがあったのかなっていう<笑><笑>じゃあとにかく 来る方は注意、うん、そうですねただ、まあ、その動画の中で紹介している事物たちもですねたくさん並んでますし、うん、あ,のあ,あの時早林があ,、うん、あの時岸本が、うん、あの見ていた楽しんでいた、うん、あの動画の中の事物というものが、まあ、そちらに並んでいるので,で紹介もですねかなり細かく説明文書かせてもらってます。うん 僕だったり、田中さんだったり、アップスさんだったりが、まあ、細かく、まあ、まとめてもらって、うん、で、そこで、まあ、あるんで、まあ、それ楽しめると思うん、ね、で、知らない人物だとしても、はい、うん。だから、ぜひぜひ、はい、ご来場いただければ、はい、お願いいたします。一つ賢くなりました。そうですね。はい。早めに。ははは。日の、日の早めに。<laughs> 早めにね。日の早めに。日の早めにお願いいたします。すいません。申し訳ない。そこはちょっと僕が把握してなかったから。なんか、でも、ちょくちょくあれでしょ、うん、多分。今日、 整理券あとちょっととか、<分>あそ,うそうそうそう、アナウンスして,でし,ょしてると思います。うん、アナウンスしてます、ね。ち調べりゃそうですね。見えんじゃないそれ見ながら、ぜひぜひお願いいたします。以上です。また明日。でした。